丸に木工丸に、木工木工門は日本の家門や模様の一つ一般的に多くの家で使用されていることから十大家門と呼ばれている元は夕食文様であるウリを輪切りにしたその断面や鳥の巣を図案化したものと言われ子孫繁栄を祈る家門である当の時代の中国で使われた夕食文様の一つである門に由来する中国では 寒服の布生地を織る際に、異なる色の糸を決まった位置で表地に現れるようにして作られる文様で、門では花火紙門が布地全体に並ぶ。日本での木工門はこの門の一つを取り出した衣装になっており、主に染色の技法が用いられた。中心に四弁の花火紙を置き、周囲を外角弁で囲んだものを基本としている。奈良時代以降主に刺繍によって制作されていたが、 やがて染色の技術が進み繊細で複雑な模様の門の製作が可能になった。当花と同じ方向に置いた横置きの横木工を通常木工と言い、縦にすれば縦木工という。外角弁の数が売りやバラ科の花びらに習う五弁であると五売り、六弁では六売り、八弁では八売りと呼ばれる。この木工門に切り門や長門、文字門など他の家門を組み合わせ。 木工二つ引き、丸木木工、縦木工、イオに木工、味方木工、四方木工、剣木工など多くの種類がある。また、五りの中心部を空白にしたものを、ウリリンという。夕食として木工職人に携わった、官職、家計に多く、工藤氏や松江の伊藤氏などに木工門が見られる。また、新門として、 八坂神社の後、売り門をはじめとする全国の祇園神社の多くが木工門を新門としているほか、甲羅大社、洋父神社などにも見られる。キュウリは木工とも書き、輪切りにした時の切り口が木工門に似るということから、京都や博多をはじめとして、祇園祭りの期間中にキュウリを食べないことを慣習としている地域も多い。しかしながら、いわき市によれば、博多祇園山笠について、 この祭りにきゅうりを食うことを禁ずべきの言われなしとある。仏家では、堀田市の堀田木工などがある。また、小売りでは家により、形状が違う場合、その家の名前を入れて、売りと呼ぶことがあり、有馬市の有馬売り、大村市の大村売り、小田市の小田売り、大田市の大田売りなどがある。六売りでは、相原市、小野寺市の例が知られる。有馬市の有馬売りは、 標準的なも売りの図案であったが、同一族の大村氏の大村売りと混同した。他にも、朝倉義景、滝川一益、田島氏などが用いていた。ありがとうございます。